はい、皆さんこんにちは。海外転売講師の黒沢敦史です。今回こちらの動画トークをどのような形でアップするかっていうのはまだ決めてないんですけれども、決めかねているんですけれども、今回は私自身のことを少し話させていただきたいと思います。今回のテーマっていうのは、自分は商売人であって教育者でもあるっていうことについてなんですよね。でですね、商売人っていうのは当然ながら物販のセラーです。で、教育者っていうのは物販の講師、両方とも物販のことなんですけれども、私が一般の商売人、ビジネスマンの人、実業家、起業家の人、もちろん知り合いたくさんいますと、自分たち、まあ、教育者としての自分っていうのを見ていると、やっぱり違いっていうのは大いにあるんですよね。商売人っていうのは特にアメリカなんてそうですけれども、どん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 転職するのが当たり前で、より自分に対して良い条件を与えてくれるものがあればどんどん動くっていうのを当然のこととしてますよね。で、教育者っていうのは真逆ってわけじゃないんですけど、お金に興味ないってわけじゃないんですけど、お金は後からついてくるっていう感覚と、もらったお金の10倍は仕事をするっていう感覚があるんですね。だから私が好きな方々、まあ恩師ですけど、例えば高校2年生3年生の担任だった坪原先生とか、高校2年生3年生の部活の顧問だった先生とか、書道部に入ってたんで、私はいくつかのクラブに入ってたんで、書道部の高市先生だとか、あとは小学校1年2年の担任だった滝沢先生だとか、あとは中学高校で英語と英会話を教えてくださった山田先生だとか、まあめちゃくちゃお金持ちな人たちじゃないんですよね。だから多くの人って、商売人の人から私を見ると、私はなんでそんなにもっといろんなことを引く手あまたであるのに、なんで講師やってんのって言われるし、完全な教育業界の人間からすると、なんでそんなビジネスしてるの、商売人ビジネスしてんのと、もっと教育者を貫徹しろと言われるんですが、まあ要するに二足のわらじなんですよね。で、結構日々ってわけじゃないですけれども、よくヘッドハンティングですよね、うちで働かないか的なことっていうのはよくお話しいただくんですが、今までは全部断ってますっていうのも、まあ講師が好きだからなんですけど、同時に講師やりながら物販の商売人としても進めるって自分の立ち位置なんですよね。やっぱり左半身と右半身両方合わせて人間じゃないですか。で、左半身も右半身も商売人だったら商売すりゃいいし、左も右も教育者だったら教育に没頭すりゃいいけれども、私は両方あって一つの自分なので、だからどっちの世界の人にも、どっちかの世界の人にも分かんないんですよね。どっちかの世界の人にも分かんない。教育者側から見ると、その営利ってことを考えている黒沢がよく分からないし、商売人からすると教育っていうことに力を注いでいる自分がなんでそんな儲かんないことするんだっていうふうに思われちゃう。で、これはまあ私の例なんで、私の例だけは話すんだったら長ったらしい、くどくどした自己紹介で終わっちゃうので、皆さんの生き方にも当てはめていただきたいんですよね。別に二足のわらじとか三足のわらじとか何でもいいと思うんですが、自分が自分らしく生きられる立ち位置っていうのを見出していく必要があると思うんです。で、一つ前の音声日記で、父の死について話をしました。で、その後何名かの生徒さんからいろいろお気遣いの言葉っていうのをいただいたんですね。メールだったり、チャットワークだったり、いただいたんですけれども、やっぱりそのメールないし、チャットワークでのメッセージをいただいて、ああ、やっぱ自分間違ってなかったなって思ったんですよ。それは何に対してかっていうと、この人たちに出会えるような、この仕事について間違ってなかったなって思います。皆さん本当に優しくて、場合によってはシンクロして、むしろ私よりも落ち込んじゃった方っていうのもいらっしゃると思うし、
気を使ってくださって、本当は質問したいことあるのに、まあ何日かは自分で一生懸命やんなきゃって思ってくださった方もいらっしゃると思うんですけれども、やっぱりこういう人たちに、私は 100% 商売人でも会えなかったし、100% 教育者でも会えなかった。教育者だったら、まあ、例えば塾、学習塾の先生とかやってたら会えなかった人たちだし、完全に商売人になってたら私が生徒を持たないっていう状況だったらやっぱり会えなかったし、やっぱ間違ってなかったなって思うんですよね。で、ここはやっぱり完全教育者の人にも完全商売人の実業家関係の人にも、なんでそんな状況なのかよくわからないと思うんですよ。でも別に分かってほしいとも思ってないというか、自分が分かってるんでそれでいいっていう感覚を持ってるんですね。で、またぶり返しますけど話を、父の死でやっぱり朝って辛いですよね。現実に戻るってことは父がいないっていう現実に戻るわけですから、でもその中で自分のことを、自分の右足をもう半歩前に、もう数十センチ前に出してくれて、その後自分が出そうとしている左足ももう半歩数十センチ前に出してくれるっていうのは生徒のおかげなので、やっぱり生徒と関わっていられるっていうこの仕事っていうのは自分の中では最も恵まれた仕事だっていうふうに思ってやまないわけです。で、今年は生徒さんとも任意というかお声掛けして、一部の人たちとですけれども、例えばサバイバルゲームやろうだとか、あとはサーフィン行こうだとか、講習ツアー行こうだとか、まあ講習ツアー行こうっていうのはおかしいんですけど、2ヶ月に1回やってるものに申し込んでくださったタイミングで、じゃあまたご一緒できますねっていう形なんですが、そういうことをしてます、していきます。もっともっと生徒とサポート期間中の距離感っていうのはすごい大切なんだけど、その後っていうのは結局物販仲間ですからね、後輩も先輩もないっていうか、同じ物販セラーとしてやっぱり各々の経験っていうのがそのまま刺激なんですよ。私がやっている物販の経験で活かせるものあれば、物販仲間にはいくらでも提供するし、逆言えば私以外の人が体験したことっていうのはその方たちだけのすごい有益な情報だから、それを交換していくことによってお互い刺激っていうのが得られる。だからこの良さっていうのが分かってる人間が教育者になるべきだし、教育者っていうのは半分がノイローゼになりますが、それはなんか輪の中心にいたい人だとか、なんか自分が悲劇の女王になりたい人だとか、主人公になりたい人っていうのは教育者になれないですよね。主人公になる気がないからこそ、みんなにとってまあ敬愛してもらえる先生になれるってことですから、いや、結局思いやりとか人徳とか人望の世界ですよ。まあ、どの世界でも本当にそうだと思います。セラーだってそうだと思います。一つ前のホワイトボードの前の講義でも話した通り、ホワイトボードの前で話した講義でも皆さんにお伝えさせていただいた通り、やっぱり一番してはいけないのは他責だったり過信だったり無自覚ですよね。で、一番我々がすべきなのは行動なんですよ。で、その行動っていうのは、特に私は講師だから、まあみんなでサバイバルゲーム行きましょうねとか、サーフィン行きましょうねとか、まあ場合によっては泊まりがけで温泉行ったりするのもいいと思うし、裸の付き合いというかね、同じ鍋をつつくというか、まあ古典的なことですけど、やっぱそういうのもいいし、私ってお酒飲んだら普通に酔うし、なんて言うんですかね、お酒飲んでもシュッとしてるわけじゃなくて、やっぱ酔うんですよ。普通に酔うんですよ。で、まあ、やいやいわーわー話すと。とはいえ、やっぱりお酒飲んでも変な酔い方する人はいないし、悪酔いする人もいないし、なんか泣き情報になったり、笑い情報になるのは別にいいですけど、まあ少なくとも、周りの人に迷惑かけるような酔い方する人間っていうのは、いらないから、初めから排除してますから、そうじゃない人を集めた結果が今の私と私の生徒さんたちなので、やっぱりみんなとにかく楽しい。お互いがお互い、に対して気を使い合えるような人たち。で、私自身が HSP の特性を持っているので、HSP っていうのは、簡単に言えば、内向型というか原子力発電型なんですよね。周りでやいやいするよりは、
一人でじっとベッドに横になりながら瞑想吹けたり YouTube 見てる方が好き。要するに人との刺激によって発電するタイプじゃなくて自分との対話によって発電するタイプなんで、私自身もすごい大人数のところでワイギャーワイギャーやるのはワイギャーワイギャーっていうのも変な言い方ですけど、まあ、ギャーギャーやるのって好きじゃないんですよ。でもそんな自分でも一緒にいてワイワイというか、なんだろうな、みんなでペチャクチャでもワイワイでもないんですけど、なんか話す、楽しくガヤガヤじゃなくてカヤカヤと言いますかね、そんな言葉ないですけど、ワイワイじゃなくてファイファイみたいな感じですかね。あの勝手に作ったオノマトペですけども、擬態語ですけど、そんな感じでその柔らかく騒げる、騒ぐじゃないんですけどね、柔らかく盛り上がれる人たちを集めてるから、だからやっぱり他の HSP の人も、生徒でも他に HSP の方とかいますけど、あとはやっぱりどちらかというとそのギャーギャーするのが嫌いな人たちだって、私と私の生徒さんの集団の中ではストレスを感じず楽しむことができるんですよ。要するに原子力発電集団を私は作ってるだけで、あのクラブイベントを催したいわけじゃないですから。とはいえそういう原子力発電人間でクラブイベントをやる分には楽しいと思うんで、そういうのも企画ねしてもいいんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、とにかく今回の話ここまでまとめさせていただきます。私は教育者であり、あとは物販セラーである、商売人である近江商人の近江商人イズムを自分が貫徹している人間であるわけなんで、はっきり言って中途半端に見えると思うんですよね。特に商売人の人から見ると生ぬるい人間に見えると思うんですよ。なんでもっと稼げんのにそっち行かないんだとかね、思われると思うし、完全教育者の人間からすると不良に見えると思うんですよね。でもこの立ち位置って実は少なからずの人間が求めている立ち位置なんじゃないかなって思ってるから、自分でそれを体現して皆さんにシェアしてるんですよね。例えばバリバリであればもちろん仕事辞めちゃって、今の本業辞めちゃって物販やるっていう手もあるんですが、今の仕事本業やりながら副収入で物販で月、例えば50万円稼ぐだとかね、30万円稼ぐだとか、月の収入が30万円増えたらやっぱそれすごい違うじゃないですか。で、結局私思ったんですけど、月に50万円収入が入る、要するに1年間で600万円収入が入る状態っていうのをキープできる生き方ができるようになってから、やっぱりそれってすごい人生変わったんですよ。逆言えば、何千万月稼げばいいとは限らないっていうことに気づいて、結局我々ってお金を躊躇するのって、例えばスーパーマーケットでなんかわかんないけど黒毛和牛が、国産の牛の肉牛肉が買いたいって思ったけど、いやお金ないからオージービーフにしようだとかね、チーズ買いたいけどあーちょっと高いから買えないなとか、私はジンが大好きなんで、すごい珍しいジンとかなかなか手に入んないジン、要するに普通の酒屋さんで、しかもその酒屋さんと親しくなった人しか手に入れられることられないフィンランドのジンとか、そういうのって普通のジンの、そうですね、普通のジンが、まあ、750ml で800円とか900円だとすると、まあ、その上にタンカレージンだとかタンカレーナンバー10っていう3000クラスのジンがありますよね。それよりもっと高い6000クラスのジンとかってあるんですよね。で、そういうジンも欲しい時にやっぱ躊躇する、お金がないと。でもそういうのも欲しけりゃ、本当に欲しけりゃ買うっていう感覚。でもこの本当に欲しけりゃ買うって、その何百万とか何千万円の世界じゃなくて、何百円の世界なんですよね。何千とか何百円の差なんですよ。ただこの差が、差で躊躇しちゃうか躊躇しないで変えるかで、人生のストレスっていうのはなくなるんですよね。お金に関しては。家賃だってそうですよ。例えば自分が13万円の家賃の場所に住みたいけども、いや13万はきついなと思って8万円のとこ住むだとか、8万円9万円のとこに住みたいけど、いやーと思って5万5000円の場所に住むだとか、この、まあ、月にしてみれば数万円ですけどね。で、
1日にしてみれば数万円ってことは、まあ、例えば3万円高いところに住むって結局1日にしてみれば1000円じゃないですか。そので結局1日レベルだと3万円っていう、3万円高いところに住むって言ったって30日だったら1日1000円高いところに住むってことですかね。でこの1日1000円、1回1000円、この数千円数百円の違いで人生っていうのは全く変わりますっていうことを自分が気づいて、それをその状況っていうのがやっぱすごいなと。別に毎週海外旅行行きたいわけじゃなくて2ヶ月に1回とかでも全然いいんですよね。まあ1ヶ月に1回行けるのが一番いいかなと。自分は特に広州2ヶ月に1回行ってるんですけど、まあ月1で海外行きたいなっていう感じはあります。でまあ月1で海外行ったら結構十分、海外行ったら行ったでやっぱ自宅がいいなっつって自宅に戻ってきたりするわけですよね。だからそのでっかいことはやるんだけれども、その営利だけを考えてひょいひょいあっちこっち動く人間じゃない人の方が多いと思うんですよ。英語だと humble って言うんですけど、要するに謙虚な人が多い。だから劇的になんかボカーンっていう変化を求めてるんじゃなくて、自分の今の生活の中にプラスアルファで小さいながらも大きな違いっていうのを生み出すことを求めてる方が多いと思うんですよね。だからまあ私は講師とセラーしてるので暇暇な毎日送ってるわけじゃ全然ないですけど、例えば生徒さんと月1でなんかイベントやるだとかね、イベントって言っても本当にどっか遊びに行くだとか食べに行くだとかね、そういうことは十分できるわけです。現在も月1の勉強会っていうのをやってるわけですよね。だからそんな感じでサポート期間が終わって独立独歩自立できたセラーであればね、当然ながら人望とか人柄とか謙虚さとか礼節だとかそういうのをわきまえた上の人たちだって、そうしないと私がその人を呼んじゃうと他の生徒さんがその人に対して気使っちゃってみんなストレス溜まっちゃってつまんなくなっちゃうか ら、 だからそうじゃない人たちとみんなでどっか行きたいなって、なんかしたいなって思うんですよ。でそのなんかしたいなの一つがやっぱり物販のことで、普通だったら私もコンサル期間中そういう商品は仕入れない方がいいとか仕入れられないって言っている分野の商品を扱うとかね、みんなでやっぱり一線の背で検査やったり認証やったりとか、まあ承認とか認証関係を進めたりとか手続き進めるのであれば進むことができますよね。で場合によっては合同会社だとか合弁会社を立ててもいいと思うんですけれども、とにかくみんなが利益出る形で今まで怖くてやれなかったけどみんなであれば一緒にできるっていうことを進めていくっていうのは非常に面白いんじゃないかなと思います。そういうのであれば温度は取りますが、あくまでも私はまあ、ワンのデムですから別にリーダーになる気はなくて、温度取るとこは取るけど基本的には講師っていうのは輪の外側からみんなを見守ってる係だし、物販セラー仲間としてなんか動いて例えばリチウムイオン電池の何かしらを出そうっていう時にはそれはもちろん温度は取りますけどね、取りますけども別に私だけがみんなよりも2倍利益をもらうとかそういうことは考えてなくって、みんな当分です。当分が一番いいじゃないですか。当分じゃあ3人4人でそういうプロジェクトを打ち立てようって思ったら もちろんコストも当分でやって、で利益もみんなで当分で分けるとっていうことをやりたいなっていうふうに思ってるんですよね。というわけで今回は自己紹介始まりで私の感覚っていうのを皆さんにお伝えさせていただきました。何かしら金銭に触れるような部分、共感いただける部分があれば嬉しいなと思います。最後までご清聴ありがとうございます。海外転売講師の黒沢敦がお届けいたしました。では失礼いたします。